皆さんこんにちは、そしてこんばんは。にゃいや、このまま行こう、このまま行こう。キラサ水木担当三浦雄太郎と斉藤桃香です。噛み合わなかった、噛み合また噛み合わなかった。今日何やるんですか？今日はですね、はい、第5回、うん、ゆうもも対決。おー、また対決するんですね。対決します。やっぱ噛み合わない2人ですから、はい、もうもっともっと仲悪くなっていきましょうということで、ね、争っていきましょう、争っていきましょう、はい。前回のゆうもも対決と同じくアニメに関するクイズで対決していきます。はいはいはい。これから2000年から2004年までの5年で放送がスタートしたアニメ作品から、うん、あるセリフをスタッフさんが読み上げます。はい。そのセリフから連想されるアニメを挙手制で、挙手ボタン制で、ボタン制でね、答えていきましょう。早押しでございますね。はい。うん、で、全3問で1つの作品につき4つのセリフが用意されてます。おー、はい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 、はい、セリフをスタッフさんが1つ読み上げるごとに、うん、それぞれ1回の回答権を持ってます。ただどっちが早いかはこれなんですけど、前回確かさ、お手つき制だったじゃない。そうそうそう、1回休み制だったけど、あれはじゃあなしなんで、ね、なしです。あ、オッケーオッケー、わかった。最後のヒントとなるセリフの後は交互に何回かこうチャンスがあるかもね。はい、ということで、さて、それでは、はい、戦っていく。じゃあ1問目です。生きてりゃいいこともありますがな。ゆたらさん、忍者服部くん。だからさ2000年からだよ。ブブだと、ブブ2000年とかわかんないな。野岡さんは、こういうこと言うキャラ出てくるアニメいっぱいあるわ。うん、ある、うん、肉、まあでしょうね。あー、違うんですねくんかくんかくんか、これはチョコの匂い。わ、知ってるな。なんだなんだ。ゆるキャン。ピュート吹くジャガー。え、違う。なるほど。でもあれもっと前だよ。そうか、2000年とかじゃないのか。2000年から2004年の、あ、マジ苦手な年代な気がしてる。3つ目、明日はもっと楽しくなるよね。ハム太郎、へけ。正解。やったー、ハム太郎か。ハム太郎ね。はあ、はあ、明日はもっといい日になるよね。ハム太郎、へけ。そうなんだ。へけへけ。高橋優さんじゃん。へけへけ。まさに。うん、4つ目が、あ、それが早押しだったんだ。ちょっとゆうたろうさん意外でした。ハム太郎が2000年代。ねえ、もっと前な気がしてたな。2000年だったか。とっとこハム太郎でございます。うわ、ハム太郎さん、ハム太郎さんいろいろ真似できるんですね、はい、わ、難しいね今回。よしよしよし、いこういこう。服部くんじゃ全然ないね。人空でもなかったよ。人空さすらないね。気をつけていこう。じゃあ2問目、はい、いきます。油断せず行こう。仕事きついよ、給料安いよ、休みないよ。銀魂。え、神楽が言いそうなんけど、仕事きついよ給料安いよ、給料安いよ、な、休みないよいいの、シンパーチーって言いそうだけど、国宮さんは言わないです。これは違いました、はい。え、ないアニメだよね。焼きたてジャパン。いい線だね。いいよね。わ、うん、かんねえな。いや、私ハム太郎持ってるから今余裕だわ。じゃあ2つ目、はい、こんなことなら家庭科の授業をサボるんじゃなかった。焼きたてジャパン、すごくいい説な、せ、線なんじゃない？
仕事がきつくて家庭科の授業をサボらなければよかったって思う仕事をする銀のさじ。2000年か2004年の家庭科っすよね。家庭科の授業ってことはなんかやっぱ料理を作るもんだと思うんす。料理を作るもんだと思うんす、うん、ね、ほうってことはですよやっぱり。いやでもこれ2004年一応言うとこは直撃の相馬早すぎんのよ早すぎんの。それでも2010年以降のアニメ。そうだよね。あ、そうそうだよね。じゃああったっけ他に。3つ目いきますよ、うん、ここのキッチン楽だ、料理が全部レトルトだもんね。料理が全部ねレトルトだもんね。でもまあ料理のお話なんでしょうね。そう、料理のお話なんでしょうね。2000年から2004年にやってた、絶対違うけどトリコ小松こんなこと言わない小松レトルト言ってくれないかなって言わないっす。なんでしょうね。他にあったっけな。そうなんだよ。中華一番言うと思った。でも絶対違うのよ。レトルトだもんねなんて言わないもん。言わないのよ。マオは言わないのよ。四つ目、はい、あのお肉分けてくれないかな。あのお肉分けてくれないかな。絶対戦わないってことがなんか分かってきたな。でもこの主人公ものすごく怠惰だね。なんかね、うん、主人公が言ってるのか、はたまたこう別のキャラクターが言ってるのか。あのお肉分けてくれないかな。なんか動物な気がしてきた、うん、キャラクターが。ブー妖怪ウォッチ。もう答えいいですか。全然わかんない、はい、答えお願いします。星のカービィ。まいやーピンクだよ全然わかんない。星のカービィはもうゲームでしかやっとらん。あのあれでしょ、めちゃくちゃデレレがさ、うん、あの暴言吐きまくる方のコック川崎のセリフですよ。ねえ、そん中からさやめてよ。デデデの暴言とかだったら私分かったよ。暴言ってむずいね今回ね。よっしゃ来い。ラストは、ね、3問目ポイント。そうです、分からなかったんですが、うん、まあということでまた 1-0 で僕の負けでございます、ね、そうです。はい、え、これ罰ゲームないの。ないないんかい。つまらないな盛大な罰を与えたかったところなんですけれども、まあ、これからも ね、 そうですね、放送上で戦っていきましょう。戦っていきましょう。ういということで次回のゆうもも対決ご期待ください。はい、バイモモ。この時代のアニメは弱い。